写真拡大。オープン戦、阪神1の5西武16日、甲子園球場。甲子園という舞台が、ルーキーの輝きをより一層際立たせる。白球を捉え、グラウンドで躍動し続けるルーキーの背中が虎党たちの心をわしづかみにする。阪神のドラフト1位、近く。開幕オーダーを想定し、その初球、西武先発武隈の103キロカーブをミート。鋭く捉えた打球は遊撃源太のグラブを弾き、左前に転がるオープン戦初的時となった。初打点は最低限の自身のバットで得点をもたらして、ベース上で甲子園の盛り上がりを味わい、素晴らしいですねと頬を緩めた。さらに5回の第3打席ではしぶとく左前に運び、続く高山の4球目に盗塁を決めた。雨の影響でグラウンドは悪条件だったが、影響はあるけど、自分だけに影響があるわけではない。ピッチャーもキャッチャーも足場は悪いとポジティブな思考で、12球団で2位タイとなるオープン戦5つ目の盗塁を決めた。快速もさることながら好調な打棒も見せ、オープン戦打率は314と上昇し、大台に乗せた。木浪、近本というフレ。打順には、慣れはあんまりない。2番なのは初回だけ。その時、回ってきた状況に応じてと近本。矢野阪神にとって、2番近本が必要不可欠なピースになろうとしている。